今しがたですね、ドローンのですね、実証実験やってたんですね。まあそれを、後でお見せしますんでね、ゆっくり見てください。まあ何がやっぱり一番感じたかというとですね、やはりデータというのをですね、やっぱり分析していくというビジネスがだんだん多くなるんじゃないかなと思いますね。はい、それをすごく感じました。